皆さんこんにちは、LL でーす。小宮山直人でございます。モカでーす。佐藤佑介です。モモカでーす。キビキでーす。はい、ということで僕たち LOL はですね、はい、スズキの 250cc バイクジクサー SF250 ジクサー250のアンバサダーに就任させていただきました。よいしょー。嬉しいね、これはね。もうね、やっぱりバイクといえば、はいはい、男の憧れでもありますし、そうだよね。僕たちもね、乗りたかったですね。そう、俺お父さんも、はい、お兄ちゃんもバイク乗んねや。そうなんだ。そう、だから俺だけ乗ってなかったから、うん、なんか早く乗りたいなっていう気持ちあったから、うん、今回めっちゃ嬉しい。いやもうだから僕も動画とかでね、ほんとツーリング動画とかずっと見てるんだよ。見てたね。常に見てるぐらいほんと大好きだったんで、まあ、今回ね、うん、こういう企画でね、はいはい、免許まで取得させていただけるということで、本当にありがたい感じでございますけども、ほのかもね、うん、今回はバイク挑戦ということで、はい、乗りたかったですか、やっぱり。乗りたかったし、こんな難しいとは思わなかったですね。うん、そうですね。でもね、本当にあの教習所にもですね、女性ライダーがたくさんいて、そうなんですか。今だからそれこそツーリング動画とかでも女性のツーリング動画とかすごい流行ってるんですよ。いいな。だからね、もう今回は本当楽しみに、あのずっとしてきたのでありがたいですね。ありがたい、はい、本当に。若い世代のね、うん、あの方たちにですね、どん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 、うん、あのバイクにね乗ってもらいたいなということでございますけども、うんうん、楽しいからね。まあ同じ世代って言ってもね、ちょっと世代はここで変わるから誰がやねん。旧世代になるのかな。旧世代ってないの。あのバイクの楽しさを知るにはですね、はい、まあバイクに乗るのが一番ですから、はい、まあ、僕とね、うん、直人くん、そしてほのかが、はい、なんと免許取得しました。よいしょ。おめでとう。いやー、まさか自分がねこういう企画で免許を取るとは思ってなかったです。いいな、嬉しいよな。でもありがたいですね。楽しかったし、まあ、それもね、後ほどちょっとその免許取得の工程とかね、はい、話できたらなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ジクサー。今回はですね、スズキのバイクジクサーとコラボした MV について話していきたいと思うんですけども、もうね、実はミュージックビデオ公開されているんですけども、うん、ランドゴーっていうね、ジクサーとのコラボ映像もね、はい、あの MV の中に盛り込まれていますけども、どうでした撮影は。バイクにも乗りましたし、うん、はい、あんま楽しい撮影やったなって思うし、うん、服装とかもさ、はいはい、結構しっかりしたやん。そうですね。そう、バイク乗るよというかさ、はい、なんか楽しさもいろいろ感じれたよな。うん、そうですね。やっぱバイクもさ、やっぱ表情があるわけじゃないですか。うん、それに合った服装をね。そうだからもう直人くんなんてさ、うん、完全真っ黒のバイクだったわけじゃないですか。うん、しかもレザー着てね。すごいワイルドだね。そう、かっこよかった。LOL。でまだ見てない方もね、いらっしゃると思いますので、ね、まずはミュージックビデオですね。僕たちの副音声付きで見ていただきたいと思います。うん、どうぞ。思い出しますね、もうこの場所が。ねえ、うん、めちゃくちゃ暑かったやつ。ハンバーガー屋さんやっけ、ステーキ屋さんやっけ、はい、なんかそういうレストランみたいな、ね、めっちゃ可愛かったよね。可愛かった。入ってきましたね。泣いてる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 、また泣いてる。可愛いと、うーん、可愛そう。どうしたん。可愛いと上手って。おやすみ。おー、来た。かっこいいよ。かっこいいよ。ちょっと緊張感あるね、まだ。なんか姉妹感あるな、2人。格好が同じや。お、ちょっと緊張感あるね。やめろお前、緊張感言う。でも走りやすかったよな、めっちゃ。いや、やばかった、うん、楽しかった。来た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 。結構近かったんだね。どうしたんだって。おい、まだちょっと気にしてるね。いいね。いや、かっこいい。いや、かっこいい。いいね。あ、これめっちゃ気持ちよかった。気持ちよかった、これ。まあ、気持ちよかったよね、あそこね。嘘っぽけ。これはユウスケやね、本当に。これはあれ、俺です。これ引っ張ってもらってるからね。原因ね。あ、笑ってるよ。あ、また見てる。意識しすぎやって。ほんま。ごめん、意識しちゃってたわ。かっこいい。これは気持ちよかったわ。ジクサーかっこいいな。違う人にね、乗せてもらいましたけど、うん、はい、だってバイクとかやったらさ、こういうとこもさ、来やすいわけやん、ツーリングとかで、ね、めっちゃいいよな。また見てる。キャンプ行きたいな。楽しかったな。うん、こういうのしたいな。
目やっちゃったよ。でもやった目やった。これめっちゃ笑っちゃったんだよね。あ、花火楽しかったね。楽しかった。謎の。なんか夏楽しんだな。確かにな。夏らしいこともできたよ。うんうん。何してんねん。一個一個の動きが面白いよな。ずっと踊ってるじゃん、ほんのか。いいな、青春っぽいわ。はい、ということで、ミュージックビデオを見ていただきましたけども、いろいろ思い出しますね。思い出すね。あとメイキングもあるんですよね。そちらもちょっと見ていただきたいなと思います。見ましょう。ジクサーこれ出会うシーンとか。そうだよ。かっこいいわ。マットブラックなんかかっこいい、ね、おお、すげー、すごい。かっこいいわ。かっこいい。うわ、やばっ。ゆで上がってたの。見ててください。やばかったこれよ、これよ。これよ。ニュースケ、カッコつけ撮ってね、見ててくださいとか言ってまたがるときにデニム履いてるから足が上がんなくてさ動きづらい。俺蹴られたから。いいわ。250かっこいいな。かっこいい。 SF もかっこいい。これ乗りやすいな。免許欲しいな。いいな。これは乗りやすいわ。めっちゃかっこいい。早く乗りたい。実際見て、ヒリキも余計免許欲しくなったもん。これ乗れるんだ、みんなって思ったら。かっこいいよね。これ乗ってるやつ。これ初乗りのシーンだよな。うん、めっちゃかっこいいやん、うん、緊張感が伝わりますね。ちょっと最初は怖かった。でも背筋伸びきってるもん ね。異常に姿勢いいのね。かっこいいやん、姿勢いいの。ゆうすけがこんな姿勢いいことないもんね。ないよね、うん。はい、ということで映像ね、はい、見ていただきましたけども、はい、初対面でしたからね、あの時、うん、ジクサーとも、うん、僕たちもね、あの運転してるシーンはあるんですけど、うん、まあ僕たちまだ免許取って1年以内ということで、はい、あの2人乗りのシーンはね、別の人にあの、そうそうそう、乗ってもらって、うん、で、あの近くね、顔も映ってる時は実はあれトラックに引きずられてるというかね。あれめっちゃ楽しそうやったな。いや、俺からしたらちょっと恥ずかしかったけど、ね、本当は運転したいじゃん。そうそうそう、ね、まあ、仕方ないからね、うん、2人乗りできたらいいなと思いますけどもね。いつかね、はい、LOL どうでした、ジクサー実際乗ってみて。え、でもさ、あの免許取って初めてやったわけやん、うん、ちゃんと道走ってさ、はい、めっちゃ緊張したけど、うん、やっぱジクサーがめっちゃ乗りやすかったん。めっちゃ軽いよな。そうそう、クラッチ操作が最高だった。分かる人には分かるやつね。クラッチの入り具合がやっぱ違う ね。全然違うかった、うん、素晴らしかった、まあ、しかも道もさ、はい、山道でさ、うん、結構走りやすいとこやってん。あ、そうだね、めっちゃ楽しかった。他に車も全然通らない場所だった、ね、そうそうそう。まあ、このミュージックビデオの、ね、設定みたいなものはなんか、ひびきちゃんが失恋かな、うん、そう、失恋して、はいはい、ほのかとモカに泣きつきに行って、うん、はい、ほのか番長が、はいはいはい、ゆうすけと、そう、今すぐ来い言うて、はい、ゆうすけと直樹呼び出してみんなで、うん、あの昇進旅行みたいな。昇進旅行、うんうん、僕はね、だからちょっと思いは寄せているんですけども、うんうん、まあ、服装とか見てもらったら分かる通り、ちょっとあんまり思いはね、その伝えられないような、ちょっとイケイケなキャラではないの。ちょっと装飾っぽい感じ、うん、そう、うん、だからちょっと終始なんかこうちょっと気にしてはいるものの、みたいな。ジクサー、せっかく僕もね、免許取得させていただいたんで、ああいうグランピングとかさ、いいね、うん、いいね、行きたいわ。行きたい ね。すごいね、バイクの良さが伝わる映像になってたんじゃないかなと、うんうん、思いますし、あの免許まだ持ってないよっていう方もですね、うん、なんか多分免許取りたくなるような、うん、そんなミュージックビデオになってるのかなと思いますので、はいはいはい、今の話を踏まえた上でもう一度 MV チェックしてもらいたいと思います。 LOL ということで、今回の動画はここまでです。後編ではですね、先ほどもあのお伝えさせていただいたんですけども、はい、僕たちが免許を取るまでの話をね、うん、たっぷりお届けできたらなと思っています。本当、はい、ね、はい、まあ、いろいろありましたね。なかなか大変な、大変でした。気になる、はい、免許取得だったんでございますけども、はい、ぜひそちらもね、見ていただけると嬉しいです。免許取って一緒にバイクを楽しみましょう。それでは後編の動画でまた、バイバイ、バイバイ。笑